世界一ウエストの細い女性が登場。ベルトの下に隠されたウエストは果たして何センチなのか。じゃあスプークさん外してください。はい、じゃんじゃん。じゃんじゃん。すごい。笑いながら外して。まずは55センチ。これはなかなかいい進行の仕方だね。いいですね。はい、そうね。なんかオードリー・ヘプバーンさんが大体55センチぐらいだって言ってました。はい、じゃあ、はい、もう一回外していただきましょう。どうぞ。50センチ。マジですか？うわー、50センチだった。かなりくびれてきた。これでもかなり細いですよ。50センチ。50はあれだよ。プロレスラーの腕の太さだよ。そうそう、うん、まだいけるってことですよ。そうだよ、全然巻いてます。じゃあもう一枚どうぞ。あなた楽しいだろうなこれね。えおー、ちょっとずつね。こんな5センチ、走り高跳びと一緒でね。だんだんね、ちょっとずつ、だんだんちっちゃくなるわけ。続いてどうぞ。おー、44。細い。もうこの時点ですんごい細いよ。すごい細い、すごい細い。まだまだですか？じゃあ、44センチも外していただきましょう。どうぞ。40切りますね、次。うん、切るね。切るよ。39っていくかもね。うわー、すごい。40センチを切るのか。意外と45に増えた。外していただきましょう。どうぞ。よいしょ。ほー、細い。これ取れるんですか、この38に出ると。さあ、取りましょう。じゃあ、取っていただきましょう。おー、すごい。あなた。うわあった。これね、小鳥が雨宿りできるよ。あ、そうそう。本当だ。あとね、ノコギリで切るね。手品そのままいけるよ。いける。半分まで。プリンセス天候楽。すごいくびれ。すごい。すげえ。すごい。これ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 。アメリカから来たゲストに何なんてこと。すごい。驚異のウエスト38センチ。これがどのくらいの大きさかというと。この中に背骨と腹筋と小腸が入ってるわけですね。そうだ、努力がすごいね。横から見てください、横から。ほら、うわー、すごい。あらまー、すごい、すごいね、ランプみたいな。これぞ究極のくびれ。ここで清水圭ちゃんの発案で、スプークさんの好みにぴったりの素敵な男性を紹介しようということになりました。皆さんすごい。スプークさん、タイプよ、タイプ。もう全部好き。I find your type. タイプに見てらっしゃる。ジャパニーズ。こんな男はどうですか？ So how do you think of him?Could you use a corset? ちょっとそれこそコルセットお使いになるのがよろしいんではないかな。すごい、全然違う。そうだ、片や締めすぎ、片やたるみすぎだもんね。両極端にちゃったよこれ。頑張ればこうなるんですよ。これは無理ですね。いやいやいや、今ではね、無理だよね。福さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。1900